カタログもらってっていいですか？いっぱいありますね。他にもなんかあの LED とか充電とかもいっぱいあります。ニコムはあれこれもスマホホルダーもあります。サインハウスさんハーレー用もあります。あマジっすか、ハーレー用っていうのがあるんですか？ハーレーってハンドル太いじゃないですか。ああ対応してるんですよ。ああインチと違うってことなんだ。全部連携されてるんだ。この充電でスマホをこれに止めて、はい、スマホをこれとつなぐっていう全部連携できるんですね。ああ、あとはヘッドライトの LED のやつがあるんですね。もう一回これでスマホはまあつけますよね、はい、そんでそのスマホの充電はこのパワーシステム充電のバッテリーから電源取ってきて、で3つまでそのスマホの充電とかビーコムの充電とか、よく USB のあれはありますよね、はい、他社でもあります、ね、これ3つ口でっていうのがいいってこと？3つ口で、例えばここはハンドルについてるんですけど、はい、ピッと下に入れとくと、はい、配線がちょーって出るだけなんで、はい、あとはあのハーレーだとサドルバッグつけてる方いらっしゃるじゃないですか、はい、サドルバッグに伸ばしておけばこっちのハンドルでスマホ充電しつつ中の方でモバイルバッグ充電するみたいなことフル装備にできますね。無限にいけるわけですね。これが本当に強みですね。でこれも中にもうシリコン充填されてて超防水強いですね。これはあでこれもめっちゃコンパクトですね。もう本当にこの目薬ぐらいの大きさで取り付けられるので、でもこれあの産業車両してるのがハーレーなんでこれはい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 、ハーレーの方には人気ですね。これはサイドバックに入れたりとか、うーん、ない人は充電とかをするのに結構配線めんどくさいんで、はい、一回つけとけばもうブツッとコネクタ挿すだけで充電できるとかもあります。シート外してとか煩わしくねえよと。そうなんです。それはあ電源系全然詳しくないんですけど、これあると本当に便利ですね。冬全然寒くて取れないんで。いいっすね。囲い込み的な感じではあるんですね。本当に全部揃えてるともう本当に最強ですね。本当っすね。本当に戻れない。そうなんだ。取り付けはどっかでやってるっていうわけじゃなくて、ね、あくまでもバイク用品店でやる。そうですね、バイク用品店さんでやっていただいてることもありますし、もしくはあのヘルメットの取り付けとか LED リボンのヘッドライトの取り付けとかも、うん、イベントをさせていただいてるんですよね。っていうのもありますね。うん、例えば来週だとすぐ近くのライコシノノメさんとかやってますね、はいはいはい、それでヘルメット持っててビーコム悩んでる方に買っていただいたら取り付けますよっていうのをやってたりしますね。あそうっすか。もう最強ですよ全部は。いやー会社の人間なのでもちろん全部つけちゃってるんですけど、はい、もう全部欲しいですね。なしじゃダメです。どれもないんですよ。どれも欲しいんだけど、はい、あどれもあの似たようなものをまだ取り付けてはないですね。こんなのもあんま安っぽいの取り付けたくないじゃないですか、プラスチックの。これつけるならこういうのがいいなって思うんですけど、なかなか踏み切れなくて。このマウントの方ですとハーレーのやつで限定のカラーもあるんですよ。これがハーレー用のブラック仕様っていうのがあるんですよ。ブラック仕様珍しいやつで、って言われるちょっと太いハンドル、ね、そうですよね、に対応してるやつなんですね。さらにもこのハンドル太に応じて全部選べるんでどこでもつけられますね。ハンドルの太さ、はい、ハンドルの直径の、あ直径、はいはいはい、に合わせて全部変えられるんです。多分ハーレーだとこの1インチ、うん、そうですよね、インチですよね。もっとでかいやつだとファットバーとかいうやつもあるんですけど、ハーレーはこれですね。でこのハーレーのやつとセットになって色も黒くなってたんびに買うよりお安いんですよっていう。一番買われるのがあの皆さんスマホを買う、あのナビとかあとは GoPro つけて撮影するっていうのは、はい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 、っていうのも全部ありますので、これも超おすすめです。あサインハウスさんってバイク用パーツのメーカー？そうですね、でもあのかなり歴史はそう
べるとちょっとあれですけど、もう30周年迎えるぐらいには結構長くて。あ、そうなんですね。へえ。メーカー名よりなんか B コムっていう名前がすごいあれですよね。B コムさんでしょっていう。うん、まあ、そのぐらい人気はもらってるっていうことで、まあ、嬉しい限りだ。そっか。すいません、ありがとうございました。もう超勉強になりました。ご検討ください。はい、ちょっと見させてもらいます。すいません、すいません、クソ欲しくなるなマジで。どう取り付けるかだよね。あとフルフェイスだったら何の問題もないのだが、これか、給電できるやつ。Bコムやべえな、欲しいな。いやー、すげえ大満足だな。うわ、まぶしいです。やべえ、もう5時過ぎとる。もう終わっちまうよ。いや、ちょっともう最後もう一回ハーレー行って上がろう。時間だ。人が少なくなってきたね。もう終わりの時間に近づいて、いやー、こんな一人で来てここまでね楽しめると思わなかった。一番良かったのはね、 B コムとかあの無線の機器ね、それについて話聞くことができてすげえ良かった。ちょっと検討しよう。すげえ欲しくなっちゃった。あとはメットだな、取り付けるメット。基本的にはフルフェイスもしくはジェヘルとかね、耳を覆うタイプじゃないと取り付けにくいってことだから、ていうか取り付けられねえのか。そこをどうするかだよな。工夫しないといかんな。いやいやいや、本当楽しかったな。満喫しちった満喫しちったアイアン883アイアン、うひぃ、やべ、キリがねえよ。キリねえっす、キリねえっす。ああ、ということでもう大満喫して、じゃあそろそろ帰ります。いやー、喋り倒した。コミネとかもちょっと、コミネマンも見たいけどね、見たいけど、ほんと切りねえからもう十分だろ。よかったよかった。 AJ さんと巡る東京モーターサイクルショー、まあ、こんなところですね。いやー、今日もご視聴ありがとうございました。